さあ始まりましたヤロッサ福井。今回も頑張る市民の方や福井のホットな情報をお届けしましょう。さて今回は理容師の育成指導に力を注ぎ、自らも理容職人として活躍する坂本康弘さんをご紹介します。その魅力はもちろんお店にあるということで、早速行ってみましょう。チョキ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 。さあ宝永4丁目にやってきました。こちらにあるのがでーん、坂本さんのお店ですね。ワイズヘア坂本とあります。早速中に入っていきましょう。おー、やってるやってる。どうもこんにちは。あ、お邪魔します。坂本さんでいらっしゃいますか？はい、そうです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。この手先にその技術があるということで、今日はじっくりご覧いただきましょう。坂本康弘さん、昨年開催された理容技術の世界大会 OMC 世界理容美容機構アジアカップにおいて福井県で初となる銅メダルを獲得されるなど、さまざまな理容競技大会において輝かしい成績を収められています。また福井県理容生活衛生同業組合の講師を務めるなど、日々後進の指導や育成にも取り組まれています。それではワイズヘア坂本の坂本康弘さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まず一から伺うようですけれども理容師と一概に言いましても、髪を切るだけではなくていろんな仕事があるようですね。そうですね、まあ、カット以外で言いますと顔を剃ったりとか、はい、まあ、マッサージしたりとか、まあ、耳掃除したりとか、美容師にはないような仕事がありますね。まあ、中でもやはりカット技術、そこが一番重点になってくるかと思うんですけれども、前回出た大会というのはなんとメダルを、ね、獲得されたというふうに聞いてるんですけども、どういった大会でどんな内容か教えていただけますか？そうですね、まあ、これは世界大会の中のアジアカップっていう大会なんですけども、去年沖縄で開かれまして、福井県の理容組合の方から初めて日本で開催されるっていうことで、一度出てみないかと、はい、声がかかりまして、でそれで出てみようかなと、挑戦してみようかなと思ったんです。まあ、僕モットーとしては、まあ、技術というのは競うことで磨かれると思ってますので、常にそういうのにはチャレンジするように心がけています。実際出てみた感想はどうでしたか？いや、今までたくさんの国内の大会にはいっぱい出てるんですけども、まあ、国際大会というのは僕も初めてで、本当に緊張しましたね。これがその時のメダルということですよね？そうですね、国内の大会ですと賞に入っても大体トロフィーが多いんですけども、はい、国際大会だけこのメダルがもらえるんですね。そしてこの時に受賞したその作品というのが今こちらにある、これですよね？そうですね、まあ、これはちょっと後から再現したものなんですけども、はい、今回のテーマのようなものっていうのはあるんですか？そうですね、種目によってそれぞれテーマが決まってまして、はい、私が出たのはクリエイティブセットってやつなんですけど、自分の好きなようにデザインを作るっていうのがテーマなんですね。このヘアスタイルのポイントはどこですか？この前髪の作りと、はい、この後ろの毛の流れがポイントですね。で特に前髪の作りっていうのはドライヤーと指で空間を作っていくんですね、はい、で後ろはドライヤーとブラシでひねりを加えて流れを作っていくと、うん、それが特徴ですね。僕はもう個人的に日本が世界でも一番じゃないかなと、トップレベルの技術じゃないかなと僕は思ったんですけども、実際やっぱり他の国の作品を見まして目の当たりにしまして、本当にいやまだまだ日本より素晴らしい技術が世界にはあるなと、スタイルがあるなと、本当にそれにちょっとこう圧倒されたっていう部分はありましたね。普段お店では技術向上のために、まあ常日頃からいろいろやってらっしゃると思うんですが、うちの店では一応週に何回か練習会っていうのを仕事が終わってからね、はい、やってまして、夜中までね、新しいスタイルやら新しい技術をいつも練習するには心がけていますね。お店の中見ますと、私もどうしても見過ごすことができないものが一つありまして、はあ、男前サロン計画、男前になろうという計画があるというようなことなんですかね？
そうですね、まあこれはカットはもちろんなんですけども、はい、まあカット以外に最近ね、若い男の人でもお顔を気にする人が出てきてますので、はい、まあ頭とヘアスタイルと顔をきれいにして男前になってもらおうと、そういう企画ですね。なるほど、聞き逃せない一言が出ましたね男前になろうとなってもらおうという企画が、計画がこのお店にはあるということを聞いた限りには、ちょっと私もせめて少しでも何か男前になれることがあればやってみたいなと思うんですけれども、もうぜひ体験してみてください。まあ元がいいですから、いやいや、もう本当にもう見違えるようになると思いますよではこの銅メダルをお持ちの坂本さんの技術をもってして男前になる計画を実行してみましょう。それではまず男前になるためには肌のケアからというようなことでエステから始めていただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。人生初のエステです。いやー、顔をこのようにマッサージされてエステをするなんていうのは初めてなんですけれども、何やってるんでしょうか。今これは何をされてるのかわからない。ただ気持ちいい、眠たくなるほど気持ちいいのは確か。でまた吸引をさせていただきます、はい、これは顔の汚れが取れるんですか。そうですね、こちらの真空の力を利用しまして、はい、毛穴の奥に詰まった、油汚れなどを取り除かせていただいております。毛穴の奥には何が詰まってるんでしょうか。心の奥にも詰まったものを全部吸い取ってください。吸われて引っ張られる感覚はあるんですが自分では見えません。これは何やってるんでしょうか。うん、今度はひんやりと冷たい。おお、なんか冷たいけれどもじわじわと液体が染み込んでくるようなそんな感覚があります。これも初体験。ちょっと女性の肌みたいになれますでしょうか。それではお疲れ様でした。では起こしますね。はい。お、どんなになったんでしょう。どんなになったんだろう。どんなになったの。全然予想がつかない。あ、なんかすっきりした。また肌白い？なんか色変わったように見えるんですけど、そんなことないんですか。いや、そんなことあります。そんなことある。はい。お、実際に来るお客様でも、まあはい、こういう肌をきれいにするっていうよりもこういうリラックスをしに来る方っていうのを目的に来られるお客様が多いですので。じゃあエステをすることで、まあ、肌をきれいにしながら自分もすっきりとすると。そうですね、気分も良くなるために、はい、それではいよいよ銅メダルの腕前を振るっていただきまして、坂本さんに髪型をバチッとセットしていただきましょう。坂本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どんな風にしていきましょうかね。いろんなやり方があっていろんなことができるんですよね。そうですね、まあ、もうどうでもしてくれと言えばどうでもなりますし、あ、もうどうでもしていろいろとやっていただいて結構です。完成です。はい、ありがとうございます。いやー、これは男前ですねさあ、できました。君はファンキーモンキーベイベー、いいでしょう。これは男前になってますよ。こんなワイルドな男前になりました。肌はツルツル、髪はバッチリ、ワイルドだろ。改めてお話を伺いましょう。いやー、坂本さん、いい髪型ですね。そうですね、また似合いますね本当に、僕もまさかここまで似合うと思いませんでした
またあのエステもしていただきまして、この肌の質感、実はこれどうなるのか私も本当に不思議だったんですけど、自分で触ってもプリプリのツヤツヤ、これは男性でもエステだけされに来られるお客さんもいるんじゃないですか。そうですね、たまにおられますね。やっぱりあの普通のエステ店ですと入りにくいっていうお客様がおられますので、はい、まあ、利用店ですと入りやすいっていうあのこともありますので、まあ、エステだけ来るお客さんもたまにおられますね。また女性用のエステもされてるということですよね。そうですね、女性の方は特にね、美しくいつまでもいたいっていう気持ちが多いんで言いますので、顔を剃ってマッサージしてっていうお客様が多いですね、うん、あのさらにですね、こちらの方では耳つぼマッサージというのもやってるというふうに聞いたんですが、まあ、僕らの仕事というのはあの癒すっていう部分もありますので、はい、耳つぼマッサージをしてあのお客さんに癒してもらおうと、うん、そういう意味でうちの店は始めました。ところで組合としての活動も普段されているということですが、どんな活動されているんですか。僕は一応あの県の福井県の組合の講師っていう肩書きも持ってまして、はい、あの年に何回かあの福井県中に出まして、あの組合の方を相手にあの技術の講習やらあの経営講習とかそういうことをしています。そこでは若手の方の育成や指導なども行ってるんですか。そうですね、あのまあ、どうしても今少子高齢化であの若い人が少なくなってますので、あの若い人の要望があればあの技術をあの教えてあげたりとか、そういうこともしております。テレビをご覧の方に伝えたいことなんてのはありますか。そうですね、あの、まあ、昔のイメージで利用店をしてられている方が多いと思うんですけども、最近はもう本当に、まあ、都会を中心ですけども、いろんなあのカットを中心に、マッサージ、エステ、そういう部分にあの幅広くやっている店が今徐々に増えてきていますので、はい、あの利用店をもう少しあの見直していただけたら本当に嬉しいです。それではスタッフの方にも坂本さんがどんな方なのか突撃インタビューしてみましょう。坂本さんってどんな方ですか。そうですね、やっぱ何事にも全力投球じゃないですけど、そういうちょっと熱い、そういう人ですね。坂本さんの技術ってどんなところがすごいんですか。そうですね、やっぱりこういう新しいニューヘアなんかでもすごいですし、やっぱカット技術やらセット技術などとてもあの勉強熱心ですので、そういうところがやっぱりすごいですね。店内では普段怖いような方ですか。そうですね、やっぱり仕事に対するそういう思いは強いので、やっぱり中途半端な気持ちで仕事してたりとか、そういうミスやらそういうお客様に対するあの対応などはとても厳しくやっぱ見られてますので、もうとにかく仕事に関しては妥協も何もしない、あの本当に熱心な方だと思いますね。例えば街歩いてても新しいヘアスタイルとか、その若い人が今どういうヘアスタイルしているとかっていうのを常に観察、はい、してるというのを何度かお伺いしたこともありますし、年を取ってもっていう言い方はおかしいんですけれども、もうずっともうこういうふうに勉強し続けてるっていう姿勢がすごいなと思います。それでは最後に坂本さん、はい、今後の夢や目標について教えてください。はい、あの今のところ夢っていうのは2つありまして、で1つはあの講師の立場として福井県内を回りまして、あの技術の向上やらあの経営のが良くなるようにそういう講習をして、あの利用業界を盛り上げていきたいっていうのが夢ですね。でもう1つはあの今年あの福井県であの近畿利用競技大会という大きな大会がありまして、まあ、僕はそれの選手団長としてあの指名されまして、あの若手の選手を指導しながら、あの福井県を、まあ、一人でも入賞するようにあの頑張っていきたいな、指導していきたいな、それが今のところ僕の夢ですね。さあ今回は美容の世界で活躍を続ける坂本康弘さんをご紹介しました。常に新しいスタイルを取り入れて、そして技術の向上を目指す、そんな姿が印象的でしたね。おしゃれの命はやはりヘアスタイルです。ぜひ
進化し続ける美容の世界、テレビをご覧のあなたも体験してみてはいかがでしょうか。そして坂本さんには今後のさらなる発展のために頑張っていってほしいですね。ねえ兄貴、うん、それでは皆さん、これからもやろっさ福井。